いい仕事ができるようにと準備はしっかりしてましたし、その結果ね、いい打席を振り返るようにチームが立ててよかったです。
大阪府に甲子園では初打点だったと思います。この大勢のタイガースファンを目の前にして今はどんな気持ちですか？こちら先ほども言いましたけれども、準備できたのはこの皆さんが、ね、応援してくれたおかげだと思っているので、1点でなんとか取りたいという場面で取れてよかったです。いつも準備はできてますけど、引き続きはしっかり準備していきたいなと思います。今日はね、ピッチャーやキャッチャー、バッテリーですごくいい仕事をしてくれたので、まあ、それが勝ちにつながったのかなと思ってます。それでは3人目、長坂選手にお聞きします。長坂、はい、ね、まずはこのヒーローインタビュー、ご経験はありますか？初めてです。すごいな。このヒーローインタビュー台からの景色、どんな風に映っていますか？すっごい気持ちいいです。今日の試合は4年ぶりのスタメンマスクだったと思います。どんな思いでまずは試合に臨まれたんでしょうか？僕にできることを必死にやって、なんとか爪痕残そうと、その気持ちだけでやりました。2回の場面、スクイーズ初球でした。あの場面振り返っていただいてもよろしいですか？そうですね、本当はヒットを打ってランナー返したかったんですけど、多分あんまり打てると思われてないんで、ただスクイズの1点は1点なんで、僕の仕事ができたらと思います。試合の後半、かなり痺れる展開でした。マスクをかぶりながら、守りながら、どんな気持ちでしょうか？めちゃめちゃ痺れました。昨日に続いて今日も盗塁を刺しました。あの瞬間はどうでしたか？めちゃめちゃ痺れました。めちゃめちゃ痺れた試合をものにしたタイガース、明日も甲子園のチケットは前売り完売というふうに聞いています。これを聞いて今どんなものがあったんですか？めちゃめちゃ痺れてます。最後に力強い一言お願いします。めちゃめちゃ痺れていきます。はい、お客様へお願いいたします。これから本日の